FBI どうも、パピです。ということで、今日はこの広大な空間で電動ドリルトウモロコシをやりたいと思います。例のもの持ってこい。 OK ということで、みんなトウモロコシこのまま食べるの非常に面倒くさいと思ったことはないか。そう、こちらの電動ドリルにトウモロコシを刺せば、このような回転を加えて一気に食べることができる。実際にできるかどうか、今日は俺が見せたいと思います。先ほどお家で作った焼きたてのトウモロコシです。こちらを今からマックススピードで食べきりたいと思います。セット、レディーファイ。やばい、回んないぞこれ、回んないぞ。お前これでただのいかがわしいおもちゃじゃねえかこれ。あれ、噛んだら次の場所に行ってくるとかじゃないの。やばい、お祈りそうだった頃ツルツルツルって全部向けていくはずだったのよ。おお ダメっすねこれ、これうまくいかないっすね。お前ら動いとけ。何すればいいのだ。意外に食えてる。ちょっとずつ減ってきたぜ。はい、ということで今日の実験は失敗に終わりました。電動ドリルトウモロコシはいかがわしいおもちゃになるということが分かりました。ということで高評価とチャンネル登録お願いします。ということでまた会いましょう。またな。